こんばんばは今ですね、あのー、これミニクのウィークリーなんですけど、この大人の図鑑シールのね、この体操選手たちがずーっとバッグの中にいたので、思い切って全部使っちまおうということで、すべて貼りました。ちょっとここには収まりきらずに、先週の、ここにもね、ここ書いてなくて、先週の4日、5日。 書いいてないのでちょっとシールで埋めちちゃいましたちょっとここら辺ももったいないから埋めとくかもったいないって何なんだ,なんだろうって話だけどまあね隙間があったらちょっと埋めちまおうっていうことでシールを貼ってしまいたいと思いますいなんかよくそのシール貼る時の配置 とかどうやってやってるんですかってこう聞かれたりするんですけどどうやってるか私もねようわからんくてですね本当にあのめちゃくちゃ適当なんでなんだろうなんかこういうでっかいシールがあったらでっかいシールちょっと中くらいのシールあとそれよりも小さいシールで余白を埋めるみたいな感じでいつも貼ってますねあとは何だろうな 全然違うジャンルルのシール同士を組み合わせたりとかこれ本んはなんかあの空空系のねグラデーションなんですけどそれはこういうチョコレートと合わせましたもはや意味わかんないよねこんな <laughs> どういうこと、まあ、とりあえずここら辺はあの体操選手オンリーなのでかなり私にしては珍しくまとまりのある見開きのページになっております。 そう最近さ全然ごめん話変わるんだけどさ今日車に乗ってて思ったんだけど最近手袋してる人ってあんま見なくないですかえ私だだけ田舎かからかな,なんか昔はさ自分自身もあの何、ー、て言うのピ、あのー、手袋つけてたし買ってたし毎年何か新しいやつ買ってたからすごいあの冬になるともう馴染みのあるアイテムだったんですけど。 今どうなの手袋ってそんなにしない文化なのかなまあもしかしたらスマートフォンとかさやっぱタッチパネル形式のやつが増えてるからそれでいちいちねなんかまああるけどさあのスマホ操作できますみたいな手袋もいっぱいあるけどでもそれにつけてもなんかめんどくさいのかなと思い今そんなにつけてる人がいないのってそういう理由なのかな先日ねあの お会いしたマダムはねすごいなんか革の黒い手袋つけてたんだけどまあ多分そういう人はね一年中つけてるだろうからそんなさあの何にも思わなかったんだけど老若男よねなんか手袋つけてる人少ないなってどうなんすか百貨店の人は <laughs> なんか手袋ってあの結構買う,年買う年代っていうか買う人とか,なんか百貨店で買ってるイメージがあって <laughs> っていうかそもそも手袋を そんなな大的に扱ってる売り場も見ないかどうなんだろう私がただ見,見てないだけなのか。よう分からん。あちなみにこの、このね、シールね。これは、あの、先日のね、あの、シーインだかシェインだか、このね、中国の、その、インターネットのサイトで買ったものですね。あっ、綴り間違えてる。いい抜けてる。なんだこれ、シーンじゃねえか。 シーンでもシーンでもどっちでもいいってさどっちかに統一してくれどっちでも良いらしいあちょっと拡大しようかへーいやこらさどっちでも良いらしい良いらしいけどそ,そこのそこで買ったシールですね たださやっぱほんとさなんか安いからさしかもかわいいんじゃシールが全部でも,もっと買ってくればよかった今なんか年末に近づくにつれてさ到着するの遅くなんじゃないのかなと思って今は全然見てないんだけどでもとりあえずスマホケースとかあのこういうシール系雑貨系とかはマジで当たりが多いと思うアパレルは知らんけどさ 彼の周りにお花を咲かせてみたははい、だ、はいた、はい、<laughs> 大体なんかこういうね、ウィークリーとかあと普通の日記とかもそうなんですけど、えー、まずシールを貼ってからそこに文字を書いていきます。 てか,からフォローしてくれインスタとかをねフォローしてくれた人とかもいるのかなどうなんだろうそこら辺全然分からんからなただ YouTube から入るとさこの人、まあ、どんなふうに打つんだろうね <laughs> ただの変人だよなあまりにもさズームにすぎてさ 何にもシール貼ってるのが見えないねちょっと戻りますちょっと戻りましたよいしょい。ここら辺のシールはねおそらく100均ですセリアかな。もうこういうとこに書いていた方がいいよね。セリアとかさダイソーとかさもうすぐ忘れちゃうただおそらくセリアだと思う。おそらくねよいしょ このクマちゃんとかもこのシーンが一番合ってんのかなシーン発音何シーンシーン中国,中国語ってことはシーンかな中国語ってことだって言いつつさ中国語喋れるわけじゃねえけどななんか大学の時にさ第二外国語みたいなの取らなきゃいけなくていや第一外国語の英語すらまともにできねえのにさなんでって思ったんだけど それをね私はあの文学部だったんですけど中国語だったんですよ第二言語が。いやまるで覚えてないかんね本当にでなんか中国にさ旅行行った時とかもさそこまでなんか中国語でなんかどうコミュニケーション取らなきゃいけないタイミングとかも全然なかったし何な,なら普通に英語の方が通じるから、まあ、英語の方が通じるからって偉そうに言って英語が喋れるわけでもないんですけど。 けど英語とかはさもうさなんかあのほんと何ていうの喋れなくてもマジでほんと出川イングリッシュあのイッテ Q のさイッテの出川じゃないんですけど出川さんいるじゃん出川さんがいつも海外に行く時ってさもうほんとなんていうの日本語直訳を英語に英語の単語に直して話すじゃないですかだからなんかそういうのでさいいと思うんだよね。 出川さん何がすごいってさあの何にも見知らぬ土地の見知らぬ人にさすぐ話しかけるられるってほんとすごいと思うすぐ「エックスキューズミ」とかさ「<laughs> エックスキューズミ」も言わないんですいませんって言うね <laughs> うめっちゃ好きなんだけど私もああいう感じですなんか英語で思い出ないかな英語で思い出といえばそう昔ね 昔の、あのー、転職する前の仕事とかは結構なんかその働いてたところは海外の人すごい多くてでまあ普通に英語とかで、あのー、接客みたいなのしなきゃいけない場面とかもすごいあってまあ普通に働いてるさ同僚同僚と呼べる人たちも大体がみんな英語ペラペラだったんだけど昔仕事してる。 昔仕事これ昔仕事まで書いたけどなんて書こうとしたんだ昔仕事じゃねえよこれピッピッピッと昔えー、っとそう英語接客しなきゃいけない時何度あったかごめんまたズームにするね昔イングリッシュ 接客。しなきゃ。あかんば面。祟り。いや、本当の、わわ私こそ、マジで、本当出川イングリッシュだったよ。 イングリッシュで対応してたのは私です。だのは私ですと。いやーなんかさ中学の時とかさ英語の教科書なんか暗記とかするじゃないですか。ってかまあそもそもね。 そそもそも私の年代はねなんか英語をちっちゃい頃から習ってるっていう人ってクラスにもう一人か二人いるかなぐらいだったんですよそんなにまだ全然メジャーじゃなくてどっちかって言ったらあの英語よりもお習字とか水泳とかあと体動かす系のなんかスポーツそういうのを習わせてる人が多くて私もね漏れご多分に漏れず習字、えー、と水泳あと空手とかやってたんですけどあの何、ー、ていうの やっぱり英語でさそう中学の時とかね特にだけど英語でさちゃんとした発音で音読するのって恥ずかしくなかったですかなんかあのー、もう英語をさ習ってる子とかはさすっごい綺麗な発音でさ堂々と喋れるから、まあ、それはそれで全然いいんだけどこっちら何も習ってないわけで先生のさあの発音を真似て言うわけじゃんでもそれが何とも恥ずかしくてねもうずっとカタカナ英語でやって。 でしかも英語の授業がさあの面白その時面白いとさ面白いと感じることができていたのであればもっとなんか勉強したと思うんだけどあんまりね私どっちかっていうと国語とか社会歴史関係の方がすごい好きだったからそっちばっかりやってて何にもやんなかったんだよね英語だから中学の時とかあの前半ね中学2年2年の終わりくらいまではあの勉強すっごい嫌いで でやっと高校時期の時に勉強し始めたら1日で、ね、何時間やってたんだろう78時間やってたのかななんかとりあえずなんかアホみたいに勉強する時期がやってきてでそっからすごい勉強好きになってあのやってたんですけどついぞもう英語はねそのまま何置いてきしまったから今も全くだね参考書買っても全然続かないっていう。 だからなんかそのしゃやっぱりしゃりたいとかさ目的があるかないかの違いですよね私なんか多分英語を今から習ったとしてもそ,のそれを披露する場所がないからでしかも何て言うの自分がやらなくても周りが喋るからいいやみたいな感じなんでそこよね本当にマジででも英語だったら私中国語の発音の方が好きなんでそっちの方がやりたいな中国語のあの文章とかも好きだしそしたら「わ論語とかは生で読みてー 中国やろうかな警察マジのデガイン売りしてたのもう話がどんどんぶれていくよ話戻らなくなって私何書いてたこれマジのデガイン売りして対応してたな私そう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 さすがにちょっと待っててくださいとかちょっとお待ちくださいとかねお待ちくださいとか ご来店ありがとうみたいな。ご来店ありがとうございます。敵なのは暗記してたが暗記してたがおは単語と ジェスチャージェスチャーっていうかボディーランゲージかランゲージでクリアしてましたといや本当にそうなのよなんか簡単なさおなんかテンプレ英語みたいなあんじゃんそれはなんかまあ暗記すればいい話だからそれでかったんですけどもうさ途中なんか会話ってなってくるとそんなテンプレとか何にももう 何聞かないからもう本当どうなんか道案内とかさ本当困ったわあのまあここにねここにさちょっとこっちに書くかなそうそうこっちここに自分がねいるとしてここみーね私でしょでその外海外の方はこ,ここに行きたいとでその間には道路があると。 でさあの道路渡ってすぐですって言いたいんだけど道路渡ってすぐってどうやって言うのみたいな感じあってしかも外で声かけられたのよ。あのー、でども,うもう外で声かけられたからけど職場に戻んなきゃいけないああもうどうしようってなって私がやったのはもうとりあえずその頃からさなんかメモ帳とか手帳とかはもうポッケに入れてたからそのメモ帳パッて取り出してさああ。<laughs> 「ロード」とか言ってロードってホップステップスキップここみたいな <laughs> そういうなんかやり方したんだよななんて言ったっけなとりあえずねロードロードトゥン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 とかやってた気がする。 でもそれでさなんとなくさなんかその人もさ一生懸命相手の人もね相手の海外の人もあこの人一生懸命伝えてくれてるんだなっていうのをさ、まあ、感じ取ってくれて最終的にこのメモを渡したからね私。ここになんとかでここら辺になんか目印のさ建物の看板とかさなんかいろいろ漢字とかで書いてあげて。 そうしした方がわかかりやすすいいじゃないですか目印としては私が変になんか日本語をさ英語にしてここに書くよりも絶対なんかそのまま模写した方が早いやと思ったからここら辺パーって適当模写してここっつってあの人なんか目的地たどり着けたのかな。もうそんなこと山のようにあったやけどあのー。 なんか最初はさやっぱり海外の人とか喋るのなんかちょっと怖えなと思って怖えなっていうか自分が喋れないから自信なくて怖いなと思ったけどほんと鍛えられたのはあのこっちがさ一生懸命なんか伝えようとしてればあっちも一生懸命聞いてくれるしわざわざ難しい英語絶対使わないから簡単なね簡単な英語にして簡単な文章にしてなんか自分の要求言ってくれたりするから本当にありがたかったね。でも逆にさなんか 思ったのがあっちの海外の人がさ一生懸命日本語でなんか説明してるのをさこっちはにバカにしたりとか笑ったりとか絶対しないじゃないですかああもう頑張って偉いなって思ってるじゃないですかだから本当そういう気持ちだったんだろうと思うよ相手の人もね私のこの拙い英語を聞きながらね拙い英語でもないね単語だねもはやでさもうずっとさこうなんていうの英語に触れない生活とかしてるとさもう何も出てこないよ 唯一本当にマジでこの間も言ったかもしんないけど英語の教科書のニューホライズンあるじゃんその中のねあの「クリースウェイクアップイッサンパスクールハイマン」みたいなそういうのしか出てこないわまたこれさ何この動画 <laughs> ねこんなんで17分も撮ってるんだけどいいのかこれで今日何もやってねえぞでもとりあえずもう17分も撮ってるのでちょっと今日はこれで終わりにしたいと思う 終わりにしたいと思うこれで終わりにいいのかわかんないけどうんそうだねもうこれこれ以上やることねえなということで今日はこれで終わりにしますなんで皆さんももし海外の人が道に迷っていたら優しく声をかけてあげましょうそっから図で説明すればなんとかいける時がありますということで今日の手帳タイムでしたバイチャー